ポジティチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思うんですが、まあ古銭を扱ってるチャンネルなんだから、うん、古銭を扱うってことなんですよ、うん、ね、うん、でね、僕やっぱね、うん、せっかくやから、うん、アクセスが多い動画作りたいじゃないですか、うんうん、となって見てみますとね、うん、まあ古銭磨きや古銭をきれいにする方法などの動画が結構あるわけなんですよ。あのね、うん、僕はね、古銭はね、基本的にちょっとした汚れを取り除くぐらいはいいけどね、磨くとかいうことは、うん、あのちょうどね、うん、あのそういえば紙幣の話でね、面白い話、今コロナ禍でしょ。そうですね、でコロナ禍やからね、お金とか紙幣には細菌がついてるということで、うん、あのものすごく警戒する人が多くなってる、ね、それは一番汚いのがお金ですからね、うん、昔からそういうね、うん、それからね、韓国なんかではね、洗濯機の中に入れてね、洗ったりとかね、それからそれでなんかボロボロになったどうないしょうとかね。それって正しいやり方なんですか？うん、いや正しくないよね。ですよね、うん、それからあの電子レンジに入れる人が、電子レンジであのチンさしたら消毒できるやろっていうようなね。お札燃えたりしませんか？あ、うん、紙やからね、あのちょっとしたことで燃えることはあるしね、それはあの非常に危険やね。ですよね、うん、ほんでね、そういうなんでね、なんか日立オムロンっていう会社があるらしい。日立の子会社、オムロンとの、ほうほう、あの共同の共同会社ですかね。子会社やろね、うん、そこでね、あの紙幣の消毒器っていうのをこしらえたらしい。あ、すごいですね、うん、でこれはね、あの結局あの紫外線照射やね、ほう、それであの菌を死滅さそうというやつや。特にコロナ禍には重要ですね、うん、それから銀行とか大型の商業施設なんか向けにね、作ってるんだけどね、それは海外なんかでももともとそういうことに敏感、みんな敏感になってるから、それからあの やってるんやけども、それはあの海外なんかの場合ね、100枚とか1000枚をね、束にしたやつをね、外からバッと紫外線当ててね、それから中まで通らんから、一応その紫外線荒れた状態で、何日間か保管したらね、うん、他のコロナの菌も不活性化するからっていうようなね、うん、そういうやり方らしいけどね。なかなか大雑把ですよね、うん、日本はね、さすがにあの地方でね、1枚ずつ照射するわけ、高速で、お両面、うん、なるほど、うん、それからすぐそれで大丈夫っていうようなね、うん、そういう宣伝してるわ。なるほど、今、うん、そういうなんで、まああのお札っていうのはそういうことをやるんやけども、うん、僕らはその、あの元々お札ってあの綺麗なものから汚いものまで様々やんか、その時に比較的ね、あの貨幣を洗浄するよりはね、お札の方が洗浄しやすいというところがあってね。なぜですか？っていうのは、その貨幣なんかの場合は結局あの磨かなあかんわけ。ああ、そうですね、な、基本的に、うん、それからそれ以外でやると、あの薬品洗浄って酸、うん、酸洗いって言って、割と強い酸をつけることで溶かすわけ、全面的に溶かすから。そういや、お酢で10円玉したらきれいになってますね。そうそうそう、あれもね、うん、結局はあの一部溶かしてるわけやから、あの目立たへんけども結局あの傷つけてるのと一緒やな、うん、それから厳密に言ったらちょっと軽なってるわけな。となると価値は下がりますね、うん、ほんでそれが見た目で人間の目で判断できひんぐらいならいいんやけども、うん、大体わかるんやな、まあね、これはあるたやつやとかね、うん、それからそういう意味であの貨幣の洗浄というのはあんまりおすすめしないけども、うん、紙幣の場合、まあ極端なもんでなかったら、うん、ちょっとやってみるのはいいかなっていうのは、うん、っていうのはね、僕なんかはもうあんまりその薬品を使わずに、うん、単に水だけ、うん、水をあのの中へ紙幣入れて、しばらく置いて、うん、でそれを今ゆすいで乾かすと。ただそれだけなんやけどね。そんなんで効果あるんですか？あのね、水っていうのは結構中まで浸透するやん。ああ、そうやね。そうするとね、こういう紙でもね、ほこりやらを吸い込んでんねんな、割と。ほうほう。それからそういうものが出てくる。それから大体札の汚れの一番は人の油や。ああ、油ね。うん、要するにあのフケみたいなもの、あの油かすっていうか手から出る油ね、うん、そういうもんやからね、うん、それがそういう汚れが取れたら一番いいわけや、うん、でそれのために例えば脂肪分やからっていうので中性洗剤作ったりする
そういうの使って大丈夫なんですか？そうすると確実に落ちることは落ちるけども、ちょっと色が変わるっていうかね。っていうことはもうバレバレと。そうそう、バレバレやからね。そ、うん、やけども極端に悪いもんはね、うん、もう そうでもせな、あの見た目悪すぎて、うん、あの自分のコレクションにとても無関、その特別綺麗なもんを集めるんでのうてもね、うん、よりやっぱり綺麗なもん置きたいや、アルバムに。うん、で今はね、あの収集家はあの珍しいもんっていうよりね、状態の綺麗なもん競争してるところがあって、ね、あ、そうなんですか。それが値段にものすごくあの反映するから。ほう、例えば未使用の札入れて、あの折れ目が一本もない、うん、それから墨の方もどこもちょっと丸まってたりね、してないね、うん、そういうもう全く出てきた状態のまっさらの札とね、うん、いうのを、まあ、未使用というわけな、ええ、でそれがちょっとでも軽い折れ目でもあったら、もうそれはもう半値で出来かんぐらい値段が下がる。あ、そうなんですね。うん、でそやから、その未使用というもの、そのそれからどうしてもその未使用というものに追いかけるわけや。あ、それで未使用でもどうしても札なんかね、こういう墨がね、こういう墨がちょっともも けたりしてることがあるやん。ええ、で一瞬見た目は未使用かなと思っても、そういうとこを細かく見てチェックして、もうこれは準未使用やとかね、いろんなこと言うんやね。なるほど。でそれをこの頃は、それをまあ日本なんかやと未使用、準未使用、極備品、備品とかいう、そういう言い方するんやけども、アメリカ人なんかはね、それを数値化できへんかっていうこと。数字にできるんですね。うん、それからあの、ま、満点、まあ今は100が満点ではな、70ぐらいが満点なんやろうけど、ええ、まあその綺麗な度合いをその数字で表してね、うん、それの数字の高いもんほど高いというね。うん、そうすると、その未使用の段階でも厳密に見たら多少数字が変わったりするわけ。へえ。そうするとその最高値の数字を求めようとする競争があってね。なるほど。ほんでおまけにそういう鑑定機関が現れて、おでそこが数字を記録してね、うん、でそれをちゃんとね、もう密封して中がもう出せんように、触れんようにして、うん、そういう格好であの返すと。前やってましたね、それ。そうすると取引する時もそのままそれで取引するっていうね。ほう。そうすると僕らはその収集家としては、そういうその変なあのビニールというかプラスチックみたいなものに封入されてるようなね、収集品っていうのは面白くないわけや。ああ、そうですね。うん、あの単に商品としては完璧な状態を保ってるわけやけどね。だけどもうとにかくみんなあの集めてる人の大半がこの頃はその投資半分兼ねてるから、ええ、だからそれにみんな右へ習いで、なるほど、でまあ悪い風潮やと思うけどね、うん、それと昔からね、未使用集めをあの熱心にやるとね、むちゃくちゃ金かかるわけ。あ、というのはもう、ね、あの例えば紙幣なんかはまあ未使用割と分かりやすいけども、銅貨とかね、あの金か銀か銅貨あるやん、ええ、そのうちのね、金貨はね、あんまりその傷まない、それからあんまり流通しないから、うん、綺麗な状態保ってることが多い、うん、で銀貨はそこそこ動くから、うん、それと銀はあの酸化しやすいから、空気に酸素があるわけやから、酸化すると銀が黒くなるわけな。あ、それからちょっと黒っぽくなる。まあ、銅も同じですよね。銅もあの酸化するんや、ええ、ところがその酸化したその時のね、銀の場合はね、ええ、その酸化したやつを例えば前言って薬品で洗うとかやるとね、あんまり分からん程度にあの元に戻んねんけどね、ええ、銅の場合はほとんど元の色には戻らへん。確かに見た目綺麗になるんよ、ええ、素人目には綺麗に見えるんやけども、もう明らかにその元の銅の赤っぽい色っていうのと、あるた時の綺麗になった銅の赤い色というのはもう歴然と違う。ほう。ということは、あの銅貨の場合はほとんど洗うことは不可能、うん、で銀貨はある程度で、あんまり極だから、例えば未使用みたいなのがちょっと黒くなったぐらいのものはね、さっと軽もう薄い薄い酸でね、洗ってよく水洗いすると、うん、ほとんどその元のわからんぐらいになるんや。うん、だけどそういうことはなるべくは避けた方がいいと。なるほど、うん、僕はあのまああんまり汚い札
は持ってないんで、ええ、たまたまこれはあるとこから買った時にこんな状態で、えらい汚れてますね。これはね、水に濡れてカビが生えてるね。ああ、カビ生えたら厄介ですね。でこれがカビってかなり厄介なんやけどね、ええ、これこのままの状態では誰も買わんわな。それはね、買わんでしょうよ、うん。ほんでちょっとこれを今きれいにして、いっぺんね、これをね、私が洗ってみますわね、ええ、これこれ入れるでしょ。ええ、入れますね。で水をこう、これ水道水です。ほう、水道水でいいんですね。うん、ほんでしばらくつけときます。ほう、どのくらいですかそれは。まあ5分をつけたらいいでしょうか。じゃあ5分後にまで取りなくていいと、うんうん。ですね、とりあえず反対にしてみたんですけども、うん、まあ、大体今まで5分ぐらい経ったんじゃないですかね。うん、ね、これね、うん、こういう筆。筆を、ね、筆ってどんな筆ですか。筆はね、僕はいろんなの作る。この場合はね、これ ね、女の人のその、おしろいちょっと塗ったりするような筆が割と使いやすいから、僕はそういうの作る。普通の筆でもいいんです。絵の具の筆でもいいんですけどね。ちょっとこれ割とたっぷりとあれが毛がついてるでしょ。それから僕はこれ愛用してるんやけどね。うん、なるほどね。これでこないしてね。あ、なんか黒いの出てますね。でこれやとあんまり傷もいかんさかいに、それでその黒そうなところをちょっと、まあ、黒でしたね、さっきの。うん、せいぜいまたちょっと赤もいいかもしれんけど。何分ぐらいの作業で済むんですか。さあ、そのやっぱり見て綺麗になるまで、それとまああんまり無理せん、まあ、破れますからね、うん。お札ってそんな簡単には破れないですよ、でも意外と。うん、割とね、日本の札は特にね、その和紙で丈夫なんですよ。その何でできてるんですか、紙って。紙はこれ楮っていう、楮と三つ股っていうね、和紙の原料ですね。うんうんうん。でこれが世界中で一番良い紙ですよ、強い紙ですよ。アメリカのお札だとなんかおもちゃみたいに破れてしまうので、アメリカの札はね、もっとなんていうの、繊維が藁とかね、そんなの入ってたりね、うん。ああ、なるほど、うん。要するに洋紙なんよな。だってこれ洗濯にうっかり入れても、うん、普通に破れませんからね。日本の札の場合は ね、で次裏返す。これ何枚か今重なってるからね、余計あれやけど、その重なってるのをうまくこのもうくっついた状態になってるから、剥がすためにもその全体に水が染み込むまで待たせるから、ちょっとまあまだまだ時間かかるな、これ。うん、ちょっとまあちょっともうちょっと置いとくか。はい、で置いてます、うんうん。それでもだいぶ綺麗になってるですね。だいぶ綺麗になりましたね、うん。これで外れる状態にさえなればいい。なるほど。ちょっと外れるのを少し待ちましょうか。だいたいこれ5分ぐらい、うん、つけてたよね。全部でね。ほんでこれ全体にこのつけてるやつを、でこれ何枚かくっついてたけども、ええ、まあ水が染みて取れるようになってると思うんで、ちょっと剥がしてみますわ。さっきまで真っ暗だったんですね、うん、これ。でこれこうね、中へもこう水が、うん、外れたね。あと簡単に取れますね、うん。この1枚だけとりあえず取り出すと、これちょっと横へ置いといて、うん、でこれ今度は裏もね、おやっぱきれいにする。あ、裏もその裏はそんなに少しカビがくっついてたんじゃない、残ってるぐらいやね。まずこれでほとんど取れてると思うんですよ。そうですね、うん。さっき真っ黒やったんや、この考えたら、うん。で、これをね、今の札ね。ええ。すごい色がついて、すごい色やね、今。だいたい綺麗になってると思うんで。そうですね。せいぜいここで水切っといて、ここでね、よいしょ、
あ、ここで水をプラプラすると。で、これが置きますよ。置きますね。おー、なるほど。ティッシュでも大丈夫なんですね。これで、まあ、この新聞紙より分かるよりか、うん、まあ、普通も新聞紙でやってますけどね。ちなみに、中はこのくらい汚れてる。で、これ、あ、結構汚れてますね。うん、なるほどね。少し水を、まあ、丁寧にやるんですな。位置をさっと取ります。なるほど。お、すごい、ティッシュにも汚れがついてますね。そうね、何回かやるわけですな。うん、まあ、それからもうこなしてね、うん、ざっと水抜いたらね、ほんの間なんかに、僕はよく電話帳使うけど、あ、暑いから、あの間に挟んでしばらく置いとく、ね、ほんならシワも取れると思うことですか。うん、シワとかもそういうものもなくなるしね。今の場合も何年もそのティッシュ使うことである程度でしょうか。まあ、一晩挟んどくんですよ。ああ、一晩ね、大体ね。ああ、で、まあ、今日はそんなあれやから、もうここでできるだけ水抜いてお見せする。そうなるか、見ると、うん、なるほどね。あとは見せた方がいいかな。さっきよりは綺麗になりましたな。隣にね、前の さっきの画像ありますけども、うん、まあ、かなり綺麗になってますよね。うん、これ、うん、まあ、結局、割と軽いシワやったからね、水の中で、あれしたやつをきちっと、もし、当てたら、割とシャンとした摩擦になると思うね。そうですね、うん、すごいですね。お水と、ハケでしたっけ、ハケというか、そうそうそう、ハケだけでできるんですか。ほんでね、これ今のね、ちょっとここへ、その、実際にどのくらい汚れたかを見ると、うん、あ、すごい色がついてますけど、その程度、汚れてるのかな。すごい色ついてますね。うん、こんだけ汚れがね、落ちてるということや。ほんまね、うん、そうでしょ、うん、ちょっと茶色っぽいというか、うん、なんかドロドロの色ですね。うん、そうそうそう。ほんでね、これをね、うん、あんまり長いことつけてるとね、インクも取れるのかな。インクよりね、この紙すくときに、のり気があるから紙がすけるわけや。それが抜けてしまうんだな。なるほど。ほんで、ちゃんとちょっとシャンとしないようなところがあってね、うん、これ今こういう札でやったけども、なかなかね、あれですな、うん、結構綺麗になりますね。そう、結構ね、うん、一番はね、もちろん人の手の油とかやけどね、ホコリっていうのも結構吸い込んでるのよね。何十年もかかったね、うん、この場合だったら何百年か、うん、だからそれを抜くだけでもね、なんとなくほっと明るい感じのね、うんうん、でこれに例えば人によったらね、漂白剤、うん、ちょっと使う人もあるんだけど、ね、あれはどうなんですか。それもね、その時は出来上がりはいい感じなんやけどね、うん、後で変色してきたりするのと、うん、それからやっぱり髪が弱るんよね。ああ、結局価値下げるんですね。だから、うん、それからあんまりおすすめしない、うんうん、ということは、うん、その古銭の、その買い取り価格も若干上がったりするんですか。うん、それはこれさっきの状態で持っていくのとでは、うん、そら3割5割か軽く違うのは結構変わりますね、それは。うん、それからその程度、それから極端にその未使用にしようという、うん、トップのね、うん、状態に持っていこうというのは無理でもね、うん、かなり下の方のやつが中ぐらいになるということは可能、ね、なるほど。例えば明治のお札を手に入れて綺麗にしたいなと思ったら、うん、こうやって水とハケを使ったらいいと、うん、なるほど。であんまり無理しない、うん、だから長くつけすぎると、うん、のり気が抜けて、うん、シャンとしなくなるよな。なるほど、バランスが大切ですな。だからまあせいぜい5分か10分ぐらいのことでいいのと
いいと思いますけど、大変参考になりました。うんまあ、最後に話なんですけど、うん、12,500 円のなんとかクリーナーって書いてたやつがあったんですけど、あれはあれは ね、はい、ねこういうお札をね洗浄するのにね、うん、超音波洗浄機というのがあって売ってるんやね。ほうそれを使う人は、ね、これ超音波っていうのは、うん、まあ結局今やった水の中に超音波を発生させて、うん、結局揺らすんやな、多少振動を与えて出すということで、うん、あそれから僕がハケでやってるのはそんなに変わらへん、ね、でまあ結構高いしね、うん、それからしっかりお札の大きさの入れ物のだいたい超音波洗浄機ブレスレットとかね、うん、時計とかねそんなの洗浄する機械ね、うん、それから容器が割と小さい、それから容器が大きいやつは高い、うん、だから そんなんはまああんまり必要ないと思うけどね、さすがにねハケでやるより効果的なんでしょうな、うん、さすがにハケでやるよりは、うん、ええやろうけどね、うん、ハケはハケでその炭の方の重点的にここが汚いとかいうとこをやれるからね、うん、なるほど、うん、そういう感じ。まああれですね、じゃあお札をきれいにする人の中にはこういうのを使ってる人もいるんですかね。結構いるね。なるほど、みんなそういうのは、はあはあ、ちょっとそれで1枚ずつが何百円か高く売れるようになれば十分元取れると思う人はあるわけだからね。まあ気楽に趣味の範囲でやるんやったら、うん、こういうふうにねハケと水使ったらいいということですね。ほんでこれで、まあ、少なくも自分のコレクションをね、うん、少しは見た目が綺麗になる方がいいしね、うんうん、その程度、うん、それとね昔からね綺麗なものを求めるとね、うん、非常に高いんですよ。さっきも言ったように未使用とその極微って言ってちょっと例えば折れ目のあるもんでもね、うんもう下手したら3倍5倍値段が違うからね、うんうん、そうすると綺麗なもんは何かの拍子に汚くなることあるわけ。それはそうですよね。形のあるものは壊れるってみたいなもんでしょ。そうそう、で汚いものはそれが少し汚くなってもそんなに状態が変わらないということになるからね。それから大体綺麗なもんを追い求めてる人は最終的に例えば処分しようという時にね、うん、買った値段から随分低い値段で評価されたし、で業者なんかでも、うん、持ってきて買うときは欠点を一生懸命探すから、あそうやね、うんうん、それから売り値と買い値の差が激しくなる。なるほど、うん、だから、ね、それよりは僕なんかはやっぱりそれよりはよりそのもの自体が珍しいものを集めてね、うん、その状態が珍しいっていうようなねことに凝る必要で、それで何もかもがねその状態の綺麗なもんばっかりで集まるんやったらいいけどね、うん、汚いもんも混じってくるとね余計その汚いもんの荒が目立つわけやから、うんうんうん、だからそこそこの状態で集めるっていうのが本当の賢い収集家、うん、で楽しめるいろいろ種類、僕らはどうしても種類も欲しいわけやから、うんうん、そうするとそのただ綺麗だけで何倍も出すっていうね、うん人の気が知れんとは思いますね。なるほど、ありがとうございました、うんまあ、このように趣味の範囲でやるんやったらこういうねハケと水を使えと、うん、こういうことでありますな。でね、やっぱ皆様もタンスの中にお札とか、うん、眠ってると思うので綺麗にしたい方はこういう手段を使ったらいかがでしょうか。まあ小泉先生もおっしゃったように丁寧にやることを重要だと思います。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。